パナール CD はフランスにかつて存在した自動車メーカーパナールが1963年から1965年まで生産したスポーツカーである。CD とはこの車の設計者、シャルル・ドゥーチェのイニシャルである。チャールズ・ドイチュによって設計され、1963年から1965年の間にパンハートによって製造された自動車モデル。CD ・クーペは パンハート DB コーチの後継者とみなされていた。シャルル・ドゥーチェは1962年に DB を辞した後セラ CD を起こし、パナールをベースとしたスポーツカーを作り続けた。この自動車はシャルル・ドゥーチェが独力で開発し、同年ノルマンでクラス優勝を飾ったモデルの市販型である。レーシングカーのレプリカにふさわしく、 交換バックボーンフレームで作られたシャシーに仮装されたパナール車らしく独特な魅力のある車体は FRP 製でマルセル・ユベールのデザイン。エンジンは第二次世界大戦後のパナール車に共通の空冷水平対抗に寄稿、オフで 848cc しかなかったが、高い空力性能とハイギアリングにより最高速度は時速 160km に達した。すでに乗用車生産から 撤退直前であった当時のパナールにはこの CD を発展させる余力は残っておらず160台が生産された後1965年に生産を終了した日本にはパナールのロードバージョンのクーペ型が少なくとも1台輸入されたが CD は輸入されなかった1962年のパリモーターショーでパナールは6月に開催された24時間のルマに 参加した CD ベルディネットの商用版を発表。切断されたグランドツーリング非常に空力ボディポリエステルを特徴とするチャンネル低いバックなどが特徴。製造上の問題の結果として最初の車は1963年4月に販売される。二つのバージョンが提案されたパンハート CD の床に木製のステアリングホイールとカーペットがある場合。 ハードギアボックス、不快なサスペンション、不十分な防音。1965年7月までに159台が生産されたパナール CD の背面。ありがとうございます。